最古作、フルアーマーガンダムとも対等に戦える作？とんでもない作が存在した。機体はパイロットの意思で自由に動き、その動きはあたかも人間のようであり、たった3機のザクで連邦の艦隊と互角に戦い、フルアーマーガンダムと死闘を繰り広げ、ほぼ相打ちの状況から、最終的には勝利を収めた。サイコザクの強さの理由。強さの理由、それは機体スペック自体の問題もあるが、一番のポイントは、リユースサイコデバイスという技術を、用いていることに起因する。リユースサイコデバイス、リユース再利用の名の通り、四肢を欠損したパイロットの義手や、義足などを通し、脳の思考による、モビルスーツの操作を可能にした技術、脳が本来の手足を動かそうとする信号を、そのままモビルスーツの動作に、変換できるため、人間のような動きを、実現することができます。装着している義手や義足の動作も、ある程度は可能で、データバックアップの機能も、有しています。この技術により、熟練しておらずとも、文字通り自分の手足のように、新兵や不慣れな軌道でも、熟練兵以上に動かせるのです。ただし、その手足が義手や義足でないと、有効にならないため、有効性が立証された暁には、多数の兵士の健全な手足、切断されることになり、など劣勢になっているとはいえ、人権を無視したものになると、危惧されていました。これを実用化すべく、戦争で手足を失った兵士を、義手や義足で、サイボーグ化させ、モビルスーツに乗せる、リビングデッド師団が、結成されていましたが、最終的に、研究施設のあった、ドライドフィッシュと、リユースサイコデバイスを搭載した、サイコザクは破壊され、開発者のカーラは、精神に重大なダメージを負い、主な開発データと能力は、失われたのでした。残っているのは、ダリル・ローレンツの、義手に残されたデータと、セクストンが持ち出した、開発データだけとなります。割と現実的。本システムとは、サイコミュなどのオカルトと比べると、全然現実的な技術である。そして四肢切断に関しては、現実でもそうだが、脳が命令し、四肢を操作するのに、数秒のロスが生じる。それを限りなくゼロにするために、手足の入力を省略する必要があるため、極論を言えば脳だけあればよい。システムの深掘り。四肢の切断された部分に、太い神経との接続コネクタを作り、そこからジャックインした、機体側の内部情報や、センサーデータ外部情報を、自分の身体感覚に変換した、データとして脳に流す、パイロットは、機体が自分の手足や、肉体そのものになったような感覚で、起動させることができ、センサーが捉えた味方が、ここで敵があっちの方向に、何機いるかを確認するために、本来ならモニターディスプレイを、頻繁に、戦闘中に、確認しなければならない情報が、頭の中に直接入ってくる。つまり F91 のバイオコンピュータが、やっていることを、元 MS パイロットを用意すれば、同じことができるシステムだと言える。そのために、パイロットの体は、省略します。劇中の流れ、過去戦争では、多くの兵士が手足を失い、その代わりに、義手や義足を使って戦いました。そしてこのような、少尉軍人たちを集めた部隊が結成され、彼らは義手や義足を使って、軍事機密に関する情報を、収集するために使用されました。この部隊は、リビングデッド師団と呼ばれ、その名前は、再利用された兵士たちが、死者から蘇ったように見えたからです。彼らは、不自由な義手や義足を使って、モビルスーツと呼ばれる兵器を操縦し、データを収集するために、実験的な方法で使用されました。彼らは、自分たちの手足を失った戦場で再び戦い、モルモットのように扱われました。しかし、リビングデッド師団は、連邦軍が投入した新しい兵器、フルアーマーガンダムによって、大きな損害を受け、次の攻撃を受けると、完全に壊滅する危機に陥りました。彼らは、開発中のモビルスーツを使って、反撃を試みましたが、実戦には十分に耐えることができず、まだ使えない状態でした。しかも、このモビルスーツを最大限に発揮するには、両手と両足を機械化する必要がありましたが、唯一の的確なパイロットは、右腕だけが正常な状態でした。しかし、ある技術者の提案に従い、リビングデッド師団は、残忍な決断を下ろしました。彼らは、このパイロットの、正常な右腕を切断して、MS の最後の部品を取り付けることにしました。彼は、拒否すれば、銃殺刑に処されると告げられました。
こうして、一人の少尉軍人が犠牲になり、史上初のリユースサイコデバイス搭載も、ビルスーツである、サイコザクが完成しました。この出来事は、戦争での技術の発展と、戦争犠牲者の犠牲について、考えさせられるものでもありました。フルアーマーガンダムとの戦い。イオ・フレミングが狩る、フルアーマーガンダムと、ダリル・ローレンツが狩る、サイコザクとの戦いは、イオがサイコザクの攻撃を開始しながら、攻撃を繰り広げる一方、ダリルはもう高機動を活かしながら、素晴らしい動きで、フルアーマーガンダムを翻弄、激闘を繰り広げた結果、ほぼ相打ちとなったが、セイレーン機動艦隊の、モビルスーツ部隊が援護に現れ、ダリルカルサイコザクが勝利した。この戦いは機体と、パイロットの戦いの一例として、また、戦争における人的損失という点でも、物語において重要な出来事であった。ダリルは、サイコザクが爆発した後も生き延び、その後、敵味方を超えた友情や、人間の善意を見出すことになる。一方のイオも、フルアーマーガンダムの活躍で、その戦いが注目を浴びる中で、自らも新たな任務や戦いに向かうことになる。その後、サイコザクが失われた後、リユースサイコデバイス開発者が、精神崩壊を起こしたこともあり、リユースサイコデバイスの技術は、ジオンから失われることになった。しかし、一年戦争終了時に、デブリの回収や、犠牲者の供養を行っていた南洋同盟が、偶然にも JJ セクストンが乗る、脱出ポッドを回収。南洋同盟は、リユースサイコデバイスの技術を、手に入れることになり、サイコザクマーク2の開発が、着手されることになる、南洋同盟について。南洋同盟は、南太平洋地域を支配する国家です。南洋同盟は、一年戦争に参加し、ジオン公国軍と戦いました。彼らはジオン公国軍に対する、強力な戦力を提供し、地球連邦軍にとって、重要な同盟国でした。しかし、南洋同盟は、その戦争中に多大な被害を被りました。彼らの領土はジオン公国軍に攻撃され、多くの市民が犠牲になりました。この戦争が終わった後、南洋同盟は、地球連邦政府からの援助を受け、復興を試みました。南洋同盟は、その後も地球連邦政府と協力して、宇宙世紀 0080 年代に起こった、サンダーボルト作戦に参加しました。彼らは、ジオン公国軍の残党勢力と戦い、地球連邦政府側の勝利に貢献しました。しかし、南洋同盟は、内部にも問題を抱えていました。彼らの経済は不安定で、独立運動が起こっていました。南洋同盟は、地球連邦政府との協力関係を維持するために必死になっていましたが、最終的には独立を宣言し、自らの国家を建設することになります。南洋同盟の創生について、南洋同盟には独自の宗教があり、その信者たちが創生として戦闘に参加していたことが描かれています。南洋同盟の宗教は、多神教的な要素と仏教的な要素が混ざったもので、その信仰を持つ創生たちは、戦場で祈りを捧げたり、神聖な呪文を唱えたりしながら戦います。彼らは、特殊な装備を持たずに、自らの信仰心と肉体を頼りに戦います。そのため、彼らの戦い方は、一般的な兵士たちとは異なります。彼らは、精神的な力を駆使して、戦場での生死をかけた戦いに挑みます。また、彼らの信仰は、南洋同盟軍全体に影響を与えています。南洋同盟軍の士気は、創兵たちの存在によって高揚し、また、彼らの祈りが、勝利につながると信じられていました。ただし、南洋同盟の創兵たちは、一種のカルト的な要素を、持っていることも書かれています。彼らの指導者は、信者たちを統制するために権力を行使し、暴走することもありました。また、彼らの信仰心が、戦いによって歪められ、暴力に走ることもありました。なぜ、僧兵は恐れることを知らないのか。南洋同盟の僧兵が、恐れることを知らないとされるのは、彼らが信仰心を持っているためです。彼らの信仰は、彼らが戦うことを正しいと、信じるように導き、戦いの中で、自己犠牲をも厭わない、勇気を与えるとされています。また、彼らは、死後の世界で、報われると信じているため、死を恐れることがありません。さらに、南洋同盟の僧兵たちは、自らの体を鍛え上げることによって、戦いに耐える体力や、精神力を身につけています。そのため、彼らは、身体的な疲労や苦痛に対しても、より強い耐性を持っているとされています。しかし、彼らが恐れを知らないわけではありません。彼らも人間であり、戦闘においては、恐怖を感じることもあるでしょう。ただ、彼らの信仰心や訓練によって、それを乗り越えることができるのです。サイコザクマーク2、前述の南洋同盟が、ザク2をベースに開発した機体が、サイコザクマーク2である、
サイコザクという名称からわかるように、この機体は、リユースサイコデバイスを搭載しており、パイロットの脳波を読み取り、機体の動きを制御することが可能で、モビルスーツを超越した、運動性能を発揮することができる。本機は、サイコザクを改良した機体であり、装甲や武装、エンジン出力などが強化されている。また、その攻撃力は、非常に高いとされている。今回はサイコザク、そしてサイコガンダムマーク2について、解説を行いました。あなたはどのような印象を持たれたでしょうか？コメント欄より教えていただけましたら幸いです。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。